はい、松井です、今回は、X パワーの第2話を聞いて感じたことを学んだことよしこれは実際やってみようと思うことをシェアします。はい、ね、実際今日からですねこの、10分という動画をですね、ブログと一緒に上げていって、記事を書いてっていうそういうふうな習慣を身につけていこうと思います。この習慣を身につけたらですね、いろいろとその、喋るのが上手になったりだとか、あとはその、記事書く能力も上がるし、すごく自分のスキルになるなと思っているので、これからねこの習慣を身につけていきたいと思っています。では本題の方に戻るんですけども、X パワー第2話を聞いてですね感じたこと学んだことをよしこれはやってみようって思うことを実際にシェアしていきます。でまず、X パワー第2話っていうのはどんな話だったかっていうと、同化テクニック基礎編、同化っていうのは消化とかですね、体に栄養を取り込むっていう話なんですけども、その体に栄養を取り込む同化テクニックの基礎編っていう話でしたね。でこの多くの人はですねこの今回の同化テクニックがうまくいかないから、栄養をしっかり取れないから体の機能がうまくいかなかったり、なんかちょっと疲れちゃったりしちゃうっていう方の話がありました。はい、で、実際に、このテクニックを使う前にまずこの同化テクニックのためのマインドセットっていうお話がありました。でそのマインドセットが何かっていうと、一つ目が腸内洗浄をやれ、で2つ目が、腎臓肝臓のデトックスで、3つ目が深呼吸をしろ、で4つ目が歩くでした。で1つ目の腸内洗浄をやれについてはですね、実は僕昔ですね、仙人さんが出してた教材で X トレーニング90というのがあるんですけども、それを縁あってですね、入手することができたのでちょっと聞いていたんですけども、その X トレーニング90ではですね、腸内洗浄に対して、ハーブを使ってやっていくっていうね、プログラムが、あったんですけども、それも実際やったことありまして、やっぱかなり腸内洗浄すると、まず体が軽いっていう実感があります。でね、そこでね、本当に腸っていうのはすごい大事だっていう話があったんですよ。で、体の毒素のほとんどっていうのはですね、腸から排出されるんですね、うんことして。だから、うんこさえしっかり言ったら体の病気のもう7割、7割、8割、もう9割ぐらいが、もう腸をきれいにしておけば治るなんてことも言われていますよね。知ってるかどうか分かんないですけども言われていますので、本当に重要なことだと本当に思ってますが、やっぱりね最近ちょっと腸の洗浄適当にやってたっていうか、あんまりやってなかったんですね。実際腸内洗浄っていうのもそんなにこう、ハーブを使ってってなると結構めんどくさいんでやってなかったっていうことがあるので、まずいなっていうのを再確認できました。なんで今回第2話で紹介された腸内洗浄についてはしっかりと習慣化していきたいなと思っています。で腸内洗浄に関して具体的にどうするのっていうと、1つ目がエネマですね。エネマっていうのは、肝腸なんですけど、後で説明しますね。でもう1つがキムチや納豆をしっかり食べるっていう、この2つなんですね。エネマとキムチ納豆をしっかり食べるなので、これはしっかりとやっていきたいと思ってます。で、エネマって何ですかっていう質問があると思うので、これは最近ねちょっと炎上騒ぎにもなりましたけども、ウェブリオ辞書によるとですね、エネマっていうのは言うなれば肝腸なんですね。で肝腸って何ですかっていうのを、知らない人もいるかもしれないんで一応辞書で調べると、肝腸とは、肛門及び直腸を経由して腸内に液体を注入する医療行為、もしくはそれに使用する薬剤や器具の総称、主に便秘治療、検査手術前や出産時の腸管内排泄物除去のために行われ、グリセリン液やクエン酸ナトリウムが薬剤として使用されるものだそうなんですけど、ちょっと今読んだんですけどね、そんな感じのものです。要するに肝腸です。肝腸ね。だからどんなことを具体的にやるかっていうと、バッグがあるんで、そのバッグから管をねちょっと肛門に入れて、そこから水とかねコーヒーっていうのを入れていくっていう感じですね。そのコーヒーエネマとかも言われるんですけども、でこのコーヒーエネマっていうのが最近体に悪いぞみたいな感じでね炎上騒ぎになって販売中止になって、もう今ではなかなか手に入らないんですけども、僕はね偶然、その炎上前にですねエネマバッグっていうのを手に入れてますので、そいつでねちょいちょいやっていこうと思います。であとキムチに関してはですね、僕普通にスーパーで売ってるキムチを買ってるんですけども、こうなんかオーガニックのいいキムチっていうのをね手に入れる入手先っていうのをね考えていきたいなと思ってますね。で次に2つ目、これが、腎臓さん肝臓さんのデトックスなんですけど、これに関しては朝一番にレモンとライムをキュッと絞った水を飲んで、それで、体の中をきれいにするっていうことでデトックスできるそうです。でさらに強力にしたければ、そこにリンゴ酢を足したり唐辛子を足したり岩塩を混ぜてゴクッと飲むと、それで内臓の全てが刺激がいってきれいになるよっていう話でしたので、
まあ、早速ね、Amazon で1点か6リットルかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、これぐらいの大きいやつをですね、まあ、買いましたの、うん、であとヒマラヤ岩塩ですね、ピンクのやつも買ったので、はい、これでねやっていこうと思います。で3つ目の深呼吸に関してはですね、まあ、結構なんか巷というか、まあ、いろんなとこでね深呼吸呼吸に関して話はあるんですけど、まあ、例えばなんか7秒吐いて7秒止めて7秒吸うとか、なんか10秒吐いて3秒止めてとかいろいろあるんですけども、まあ、今回紹介されたのはとにかくゆっくり吐いてゆっくり吸って、うん、胸いっぱい呼吸すればいいんだよっていうねことで、まあ、かなり安心したというか、まあ、そんなもんでいいんだってちょっと拍子抜けもしたんですけど、でもなんだろう、本当にいろんなね、もうこうなんか4秒吸って、なんかいろいろあるじゃないですか、そうじゃないといけないのかなと思ってたんですけど、まあもうね、っていう感じで、なんかね自分のペースでやればいいよっていう話だったんです。かなりこうね安心したとか気楽になりました。うん、まあ結構衝撃でしたね、それがね。で4つ目に歩くっていう話なんですけども、まあこの歩くっていう話に関してはですね、まあ、100から自分の年齢を差し引いた分数を歩けばいいそうです。まあ、つまり僕の場合37歳なので、100から37を引いた63分ですね、63分、まあわからないですけど、でその63分だと思うんでちょっと歩いてみました、実際昨日ね。昨日もその聞いた後すぐに63分歩いてみました。でその時にまあエクスエージェントの第2話っていうのを聞いて、まあ、このデイリー YouTube ね、毎日10分の動画上げてそれ記事にするといいよっていう話があったので、このデイリー YouTube を今日からスタート、ね、自分の成長記録のためにもなるのでスタートという感じでスタートしていっています。で、まあ、ここからが今回第2話のね、エクスパワー第2話のメインの話ですよね、動画テクニックの話に入っていくんですけども、この動画テクニックを知るために、まあ、膵臓の話だったり消化の仕組みだったり、まあ、いろんなねその歴史だったりいろんな話があったんですけども、正直ですね、まあ、この辺りはもう内分泌とか外分泌とかホルモンとか胆の酸とか、なんか膵臓のコンビネーションがどうのこうのとか、なんたらくだとか、まあ、なんかいろんな話があったんですけども、まあ、正直難しすぎて途中でこうグーグーと寝そうになりました。実際に、まあね、寝落ちも1回しました。まあ、でその後でもう一回聞き直してっていうことをやったんですけど、まあ、頭に残ってるとこだけシェアすると、膵臓さんの仕事っていうのは主に2つで、消化を助けることとホルモンを出すことだそうです。でもう一つが、この膵臓さんがやられると、まあ、かなりまずいことになるってことだけよく分かりました。膵臓がんの致死率は 98% って言葉だけがなんか残ってるんですけども、膵臓ががんになってる場合はもう仙人さんもサジを投げるっていうぐらいにも、この膵臓っていうのはもう一度やられるともう治療することは不可能っていう感じのところらしいんですよね。だから、まあ、実際僕お父さんも糖尿病で、そんなこともあるので、この膵臓さんっていうのもね本当に大事にしていきたいなと思いました。はい、じゃあその膵臓さんを大事にするって言っても、じゃあ実際何したらいいんですかっていうと、これはもう食べ合わせなんです。食べ合わせ、同化テクニックですね。消化して自分の体の中に栄養を同化するときに、その膵臓さんっていうのがすごい液体をバーって出して消化をして頑張って吸収を助ける。だからその消化を助けることで、消化の負荷を下げることで膵臓さんが大事にできるよっていう話なんですね。だからこの消化を負担をかけない食べ合わせ理論っていうのが大事なんです。でこの食べ合わせ理論は、まあ、今回紹介されたのがすごく簡単でいいなと思ったんですけども、一つ目がフルーツは混ぜない、2つ目が穀物を混ぜない。で、3つ目は野菜や肉など、そういうふうなおかず系は混ぜていい。で、4つ目が食事中は水を飲まない。で、5つ目が食事の間は5時間空けるです。はい、で、まあ、一時期ね、僕はグリーンスムージーつって、こう、ほうれん草とかリンゴとかバナナを混ぜたやつとかも飲んでたんですけど、まあ、かなり間違ってるなと思います。まあね、そういえば、まあ、胃がもたれるなっていう感じもありましたので、まあ、これからはねこの食べ合わせをしっかり守って体の状態をねマックスに持っていこうと思います。で今回 X パワー第2話の宿題はですね、まあ、1つ目がウィップル4っていうね膵臓の手術があるのでそのビデオを見る、2つ目が自分の食事の写真を撮る、で3つ目が膵臓さんに謝罪文を送る、で4つ目が膵臓さんの絵を描くっていうことなんですけども、まあね、ウィップル4の手術のビデオっていうのはまあかなり見たくないです。僕はスプラッタとか内臓系ダメなので、本当に見たくないなと思います。でね、まあ正直面倒だなって、もう宿題面倒だなって思うんですけども、まあこうやってね、しっかり皆さんにシェアさせてもらってるので、まあ、せっかくなんで、今回やってみます。はい。ではね、
明日はそのね、実践した報告をね、またさせていただきたいと思いますので、次回を楽しみにしてください。ありがとうございました。